しよう。動物園はいいとこだよ。ゾウとライオンの看板をくぐってきてね。みんな待ってるよ。私たちの人気は見た目が9割だから、どうしたら喜んでもらえるか、実はよく考えてます。プロですから。お客さん来た、女の子来た、可愛さの見せ所、サービスサービス、木に登ったりタイヤ乗ったり、だらけても見たり、ずっとずっとずっとね、ほんわか仲良しでいてね、ずっとずっとずっとね、のんびり幸せ感じて。